どうも皆さんこんにちは、ロンボ男です。さあ本日はめちゃくちゃ感じるキスのやり方参戦ということで、科学的に女性が求める最高のキスのやり方をロンボを使って徹底解説をしていきます。今パートナーがいて相手が求めるキスをしたいという方や、今現在狙っている女性がいてその女性を満足させるキスをしたいという方はぜひ最後までご覧ください。女性の生理周期に合わせたキスのタイミングなんかもご紹介しますので、科学的な最高のキスのやり方を徹底的に学ぶことができます。毎度のことながら参考にした論文は説明欄に貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。それでは早速行きましょう。めちゃくちゃ感じるキスのやり方。一つ目は、月経周期を支配するキスです。何言ってんだこいつってなるかと思いますが、女性は月経周期によって求めるキスが変わることが2013年のオックスフォード大学の研究で明らかになっています。173人の女性を対象にして、キスはどれだけ重要なのか、そしていいキスの条件は何なのかを質問して、その答えを生理周期と合わせて分析するという何とも素晴らしい研究が発表されました。要は生理周期によってキスの重要度だったりいいキスの条件は変わるのかを分析したということです。これが分かれば女性の本能に沿ったキスを男性はすることができますので、めちゃくちゃためになる研究かと思います。で、早速結果なんですが、これ明確な相関が出ていまして、実際の論文の表を引用しますが、排卵期に入っている女性はロマンチックなキスを好むようになり、卵胞期後期になるほど相手の息や体の香り、唇の状態などパートナーの健康レベルを重要視するようになるといった結果でした。論文の表を見ていただくと分かると思いますが、相関関係 0.7 以上なので相当強い相関があることが分かります。つまり卵胞期後期だと最も妊娠しやすい時期になりますので、この時期というのはロマンチックなシチュエーションとかそういう人間的な部分ではなくて、相手が交尾するのに適しているかの動物的な要素が強くなるということです。ネブラスカ大学から出た論文からは、口臭は体の全身状態を把握するのに有効だというデータもありますので、卵胞期後期、つまり女性が最も体調が良さそうで妊娠しやすい時期というのは、男性は自分の体調を整えて体臭や口臭を整えることが女性が最も感じるキスの条件になります。そして排卵期、生理の時期ですね。この時期の女性というのはロマンチックなキスをめちゃくちゃ求めていますので、ちょっと無理にでもキスをするのではなくて、夜景を見に行って人がいない時に軽いキスをしたり、車の中でムーディーな音楽をかけて軽いキスをするみたいな感じで、シチュエーションを大切にしたキスを意識してください。排卵期の女性は味覚の変化があるというデータもありますので、ディープではなくてフレンチキスをするようにしてください。生理周期に沿ったキスは女性を感じさせる上では欠かせない要素になりますので、ぜひ時期に合わせてキスのやり方を変えるようにしてください。では次、二つ目。口内細菌を支配したキスは女性をめちゃくちゃ感じさせます。先ほども女性はキスで男性の生殖能力を評価しているって話を出したかと思いますが、2014年にオランダから出された論文から、キスが人体に及ぼす影響について調査がされていまして、21組のカップルを対象にして研究が行われました。研究の方としては、まず対象者全員にキスの習慣についてアンケートに記入してもらい、さらに口の中にどんな微生物が住み着いているかをチェックし、その上で対象者に10秒間のキスをしてもらい、口の中の微生物にどのような変化が起こったのかを調べました。で、早速結果なんですけれども、普段からキスが多いカップルほど口内細菌の類似性が高くなり、カップルで同じ口内細菌を持つということ、そして1回のキスで約8000万の口内細菌が交換されるということが分かりました。つまり一つ目の月経周期に合わせたキスでもお伝えをしましたが、女性は男性を評価するときにキスを使って口内細菌を交換することによって生殖能力なんかを判断しているっていうことです。まあちょっとこれ恐ろしいんですけれども、女性にとってキスというのは生殖の可能性を判断するための重要な瞬間になりますので、女性が求める最高に感じるキスというのは口内細菌が整っている男性とのキスということです。口内細菌が整っている男性とのキスでビビビッと感じるわけなんです。じゃあ口内細菌を整えるのにはどうすればいいのかなんですけれども、まあ当たり前ですが、口の中のケアというのは口臭予防にはめちゃくちゃ重要になります。2017年のペロタス連邦大学が出したメタ分析では、歯周病になると口臭が 3.16 倍強くなることが言われていますし、舌苔という舌につく汚れが多くなると口臭の原因になり、2013年の台湾から出された研究からは、歯磨きプラス舌洗浄を加えると口臭を圧倒的に改善できるというデータもあります。なので、歯周病を予防できる歯間ブラシだったり、舌苔を少なくする舌のブラッシングというのは、口臭予防として科学的に効果があるものと言われています。そして私論文男が最も重要しているのが腸内細菌を整えることです。先ほどの論文でも言いましたが、女性は口臭だけじゃなくて体臭も男性を評価するポイントとして重要していますので、口臭予防プラス体臭予防になる腸内細菌を整えることがめちゃくちゃ重要になります。
2018年のアムステルダム大学から出されたメタ分析からは、腸内細菌を整えることによって口臭のスコアが優位に減少したというデータもありまして、腸内細菌を整えるイコール口内細菌を整えることにつながります。腸内細菌を整える最も手っ取り早くておすすめの方法がプロバイオティクスのサプリメントですね。約2週間の摂取で圧倒的に腸内を整えることができますので、ぜひ活用してください。おすすめのサプリメントは説明欄に貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。プロバイオティクスは口臭予防だけじゃなくて、アンチエイジングや免疫機能を高めることにもつながりますので、モテ男への第一歩になります。プロバイオティクスで口内細菌を整えて、女性が感じるキスをしちゃいましょう。そして最後、女性がめちゃくちゃ感じるキスのやり方、3つ目が性行為の時のキスのタイミングです。多分最もキスを多くするタイミングになるのが性行為ですが、男女で強い認識の差があることが分かっています。男女のアンケート調査を行った研究では、男性は性行為前のキスを重要しているのに対して、女性は性行為後のキスや愛情表現を重要していまして、2010年のトロント大学から出された研究では、性行為後のキスの重要性というのが335人の対象者で明らかになっています。実際の論文の表を引用しますが、女性では男性と比較して性行為後の愛情表現で2人の関係の満足度が向上していることがわかります。男性では性行為前の愛情表現でも高い満足度が得られていますが、女性では性行為前ではあまり満足度が得られていないんです。男性では性行為前や性行為中に甘い言葉を囁いたり、キスや抱きしめたりする場合が多いと思いますが、本当に相手を満足させて良好な性生活を続けていきたいのであれば、性行為後のキスや愛情表現がめちゃくちゃ重要ということです。このトロント大学の研究では3ヶ月の追跡調査も行っていまして、性行為後の愛情表現をしっかりと行っているカップル、夫婦ほど3ヶ月後にお互いの満足度が高くて、性生活も豊かになっているという結果でした。セックスレスのカップルや夫婦なんかは必ずキスのタイミングが減ると思いますが、男性が主導になって暇を見つけたらキスをするということをしていった方がいいです。そして性行為ができるようになったら、性行為の後のキスや愛情表現をたっぷりとすることによって、女性の満足度が圧倒的に高くなり、次の性行為に持っていきやすくなりますので、ぜひ愛のある生活を送ってみてください。性行為の時のキスで最も女性が感じるタイミングは性行為後になりますので、行ったら終わりではなくて、行った後が本番だという認識で愛を育んでください。以上がめちゃくちゃ感じるキスのやり方3選でした。生理周期、口内細菌、性行為を支配して最高のキスをやっちゃいましょう。そんなキスをする相手もいないし、意味ない情報をぶっ込むなって思う方もいるかもしれませんが、このチャンネルにはモテるための科学的情報を多数掲載していますので、ぜひそちらを参考にしてキスができる相手を作ってください。最高のキスは最高の人生の始まりですので、ぜひ最高のキスをしちゃいましょう。それでは本日は以上です。またお会いしましょう。バイバイ。本日もありがとうございました。このチャンネルでは論文や本をベースとして生活が豊かになる情報をお送りしています。日曜日以外の夜7時半、ぜひご覧ください。あとグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。